操作が必要な部分は全て終わったわ。こうしてアーカー社を操作するのは初めてだけど、アーカー社内部の構造と操作プロセスは、私にとってとても理解しやすいものになっていたわ。マハーリッカ・デヴァータの設計は実に巧妙ね。それと、これをあなたに。ん？これ、ここに浮かんでる小さいのって、なんだ？私がさっき時間を割いて作ったの。アップグレード版のアーカー社端末だと思ってちょうだい。今はまだ使わないかもしれないけど、特定の状況下ではきっと役に立つはずよ。ちょっと待った。これ、オイラとキャラが被ってるぞ。見た目からして浮いてるし、小さいし。オイラの特徴が奪われた感じだ。これから先、旅人のそばにいてもみんなオイラのことは覚えてくれない。オイラはもう唯一無二の存在じゃなくなったんだ。大丈夫よ。あなたにとって変わることなんてできないわ、タイモン。これはただの飛んでいる道具だけど、あなたは旅人のかけがえのない友達じゃない。ナヒーだって、慰めるのが上手なんだな。旅人もナヒーだくらい頭が良かったらな。あら？私は、私の思う事実を言っているだけよ。別にあなたを慰めてはいないわ。ナヒーだ。お前は人を慰める天才だったんだな。おいらそれを聞いて、もっと嬉しくなったぞ。それと、他にも一つ認めないといけないことがあるの。今の私は、自身の神としての体を使って動いているけれど、戦闘面では、やはり心もとないわ。あなたたちも聞いたことあるかもしれないけど、神は、民の信仰から力を得る。でも私は、マハールッカ・デヴァータのように、人々に慕われているわけじゃない。だから、やむを得ず戦闘になった場合は、あなたに頼むかもしれないわ。もちろん、すごく頼りになるのね。おお、知恵の神が戦闘に不向きって、聞くと確かに納得だな。すでに偽りの神の居場所を突き止めたわ。何はさておき、早く出発しましょう。おお、ここを通り抜けるのか？シティの中にこんな場所が隠されてたなんてな。賢者たちは、送信計画を実現させると同時に、発覚することを避けたかった。確かに、直接教練院内部で取り掛かるのが、最も安全で便利な方法ね。おお、そうだな。もともと神を一人隠せてたから、それが二人になっても大して問題ないってことだろ？ここの構造から見て、とても大掛かりな工程が必要なようね。賢者たちは本当に送信計画を最終目標にしているみたい。でも見た感じ、ここは教練員だけで完成させられるようなところじゃないわ。どうやら、博士率いるアレラ・ファディは、全く惜しげもなく自分たちの技術を使い、数多くの手助けをしたようね。おう、そうでもないと、あいつらがこんなに力を貸してくれるわけないもんな。本当にそれだけかしら。私には、あの博士が教練員の賢者たちとは違って、差し迫った目的のために行動しているわけじゃないように思えるわ。まるで、実験結果には何の興味もなく、ただ過程を楽しんでいるような。ファデュイの執行官って、みんな変なやつばかりだから。むしろ博士のその変も、全然変じゃないって言えるのかもな。でも、あの偽りの神の本体、
残票と言ったかしら。以前、あなたたちと一緒に彼の意識に接触したけれど、彼の身には非常に顕著で強烈な執念があった。一つはもともと、神の心の容器として生まれたことによる、神の心への本能的渇望。もう一つはおそらく、彼の過去の経歴と関係がある。それについては、私もわからないわ。あいつはファデュイの執行官になる前、ライデン将軍のプロトタイプだったんだ。それがあいつの神の心を渇望する根源なのかもな。じゃないと、あいつの性格とプライドからして、実験品になんて絶対ならないと思うぞ。話を聞く感じ、あなたたちは残票をよく知っているようね。そうだったの。なら、彼が一体どんな存在なのか、私にも詳しく話してくれるかしら。今後起こりうる様々な状況に対応するためにも、より多くの情報を知っていれば、それだけ的確な処理ができるようになるわ。そう。理解したわ。実に興味深いわね。では行きましょう。ここを通り抜けて、直接彼に会いに。やるか！はびけ！はっ！Thank you.
燃えろ燃えろ神里流サーメそれそこだまだ生だこの運行状況から見て、最悪の事態を覚悟する必要があるわね。彼らの作ろうとしている神は、完成間近か、すでに完成しているかもしれないわ。じゃあ、どうするんだよ。神の心の力を持つファデュイ執行官なんて、どれ？緊張しているの？ダイモン。そりゃあ、もちろん緊張してるに決まってるだろう。私もとても緊張しているわ。これほどまでの災難に直面するのは、神として生まれてから初めてのことかもしれないから。でも緊張と同時に好奇心も湧いているの。好奇心？何に対してだ？私たちの運命に対してよ。私から見て、この世において感じられる一切のもの、認識できる一切のもの、人々の身に起こった一切のもの、そのすべてが知識よ。それが知識である限り、必ずや知ることができる。だけど唯一、人々の身にまだ起こっていない運命だけは、終始私の好奇心をかきたてるの。つまり、私からしたら、運命こそが究極の知識なのよ。だからこそ、私は人間を観察するのがとても好き。彼らの身に起こるすべてのことを見ると、充足感をもたらしてくれる。そして今、私はついに、ただの傍観者ではなくなった。あなたたちと一緒に、自らの運命を直々に体験する。期待せずにはいられないわよ。そうだったのか。なんだか、オイラもナヒーダの気持ちが分かった気がするぜ。ええ、行きましょう。もう彼の気配を感じられるわ。Ah!
僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。残氷の機械人形という元々の概念を極限にした体、その上さらに神の心によって際限なくエネルギーが送られている。凶霊院と賢者は一体どれほどの力を費やしたの。単に技術的角度から見れば称賛に値するほどのものよ。人間の英知の結晶と言っても過言じゃない。まだそんなこと言う余裕があるのかよ、ナヒーダ。でも精神的角度から見ると、彼が神の高みにまで到達しているとは私は思わない。世に生まれし全ての神は、それぞれの神の心に紛争という二文字が刻まれているはずだ。このような力の鼓動、そして心の底から生まれる躍動を君は感じられないのか。自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか。矮小なる者よ、身の程を知れ。神の心に刻まれた紛争、もしかして魔人戦争のことが言いたいの。今のテイワットにおける平穏な局面は決して容易に得られたものじゃないわ。私は直接魔人戦争に参加してはいないけれど、私から見てあれはただ法則に駆り立てられた無意味な消耗だった。今更持ち出しても意味はない。そうだろうか。僕は自分が本物の魔人戦争に参加できなかったことを非常に残念に思っている。まさか、この世に力を渇望しない神が本当にいたとは、初めて見たよ。知恵を司る神、通りで自らの民にさえ見捨てられるわけだ。君の判断は、君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう、今君が僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。難攻不落。滅。はっ。踊りなさい。桜吹雪。風よ、ぜひ。無力な凡臭め。剣の盤石。いや。
難攻不落。来客。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウェル私から神の心を奪おうとしたのが、これで何回目か分かる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無境の力、一体いつから始まっていた？君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある？さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、すべての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！
これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。弱小万物、これこそが知恵の伝道。せい、はい、難攻不落。え、それ、え、や、や、一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。想像してたのと全然違うぞ。世界樹が存在するあの意識空間に入るはずじゃなかったのか？あそこは確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハルッカデバータの残留意識がこれほどの汚染を受けていたなんて。近畿の知識、私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に近畿の知識が現れたことが一度あるの。その時はキングデシレトの自己犠牲とマハールッカデバータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び近畿の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。すでに世界中にまで危害が及んでいる。じゃあここがマハールッカデバータの残した意識で、近畿の知識による汚染を受けてたとしたら、マハールッカデバータの死は…ええ、彼女は近畿の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ近畿の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければ、この500年の間汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。
私を含めて、みんなが禁忌の知識という概念について忘れたのも、彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか、ナヒーダ。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染は、あまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で、力尽きるまで、禁忌の知識による汚染と対抗したというの。その上、ほんのわずかに残った明晰な意識を使って、私たちに手がかりを残した。その言葉は、禁忌の知識の干渉を受けたことにより、いくつかの単語しか聞こえなかった。でも今なら、この謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け、正しい方向を見つけ出し、彼女の明晰な意識に合うの。そして、マハールッカデバータの口から、直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのは、ここにいる私たちは、意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても、常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないと、いつ発狂してもおかしくない。そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ。あなたは単純だから問題ないと思うわ。さ、出発しましょう。進路が変わったけど、今の方向で合ってるか？ええ、この航路を行けば、意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。もうすぐ目的地に着くわ。みんな、意識ははっきりとしているかしら？おいらは何も問題ないけど。もうこれ以上、新たな変数が現れないでほしいわ。今度こそ、マハールッカデバータに会えるかしら？そういえば、ナヒーダは一回もマハールッカデバータに会ったことがないのか？ないわよ。私の誕生と彼女の逝去は、ほぼ同時に起こったみたいだから。そうでもなければ、きっと彼女からより多くの指導を受けていただろうし。私は、今よりもっとうまくできていたと思うわ。もう十分よくやってるぞ。よし、早くこの居心地の悪い場所を抜け出して、彼女に会いに行こうぜ。たちがずっと行ってた場所か。世界樹の足元。ここよ。マハルカデバータに会いに来たんだよな。でも、あそこに立ってるのって、私？私にそっくりだわ。あなたがマハルカデバータ？ええ、いかにも。この姿に驚いたのかしら。ここは
当時の世界樹と大地の形を再現しているの。けれど、結局は意識空間に過ぎない。あなたと私は本質が同じだから。私たちの姿は完全に同じように見えるのよ。どうして本質が同じなの？あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハール・カデバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹から折られた最も純粋な枝。例えるなら、たとえ木が枯れても枝はいつか根を下ろし別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私はマハール・カデバータとしての私が残したほんのわずかな意識に過ぎない。本当の私はとっくの昔に死んでいるのよね。あなたの今の姿から時間を推測すると、おおかた私が死んでから500年近く経ったのかしら。やっぱり来たのね、リンネ後の私。それってもしかして、いつか私もあなたのような偉大な神になれるってことなの？あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。枝が成長して新たな大樹になっても、本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよね。実に悪くない考え方よ。私も同意するわ。だからこそ、あなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら、私よりも偉大な神になれるかもしれないわね。すでにあなたの身から、当時の私にはなかった意志を見出しているわ。それが導く未来こそ、あなただけが持つ運命なの。そしてそれらは、あなたが過去に経験した、すべてのことによる恩師でもある。安心して。知恵の成長も、実は草木と同じで、ゆっくり花が咲くのを待てばいい。今考えると、教令院の賢者たちって、全く見る目がなかったんだな。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が、実は異なる運命の自分だったなんて、あなたと話せて、本当によかった。マハール・カデバータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることを、ずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか、話してくれるかしら。それと、あなたが亡くなった時、一体何が起こったのかも。ええ、わかっているわ。あなたたちは、答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえも、このような色になっていた。当時、私以外の七神は全員、カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。私はというと、もう一つ、さらに重要な任務があったの。それは、
世界樹を守ること。災難の降臨は、禁忌の知識の汚染と共に現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は、異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が、私を苛み始めた。そして、もしも千年前に、キング・デシレトと共に禁忌の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私は、なすすべもなかったでしょうね。禁忌の知識。それは一体何なの？この世界には属さない知識。知ることのできない、真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。でもそのせいで、世界にも様々な症状が生まれるの。もしも、禁忌の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が、支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時、私には分かっていたの。単に自分だけの力では、禁忌の知識を駆逐するなんて、不可能ってことに。だから私は、人間の知恵を統合する装置を作り、それを、アーカー社と名付けた。まさに、この世で最も偉大な発明ね。ありがとう。長きにわたって、私は、夢こそが人間の知恵の結晶だと思ってきたわ。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカー社を利用して、人々の夢を借りた。人々の知恵を統合し、その上で、私が持つすべての力を尽くしたわ。それで、どうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで、禁忌の知識はほぼすべて、世界樹から取り除かれたわ。でも、事態は、私の予想していたほど、うまくはいかなかった。ある頭痛が、不吉な予感をもたらしたの。その時やっと、私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に、知識と知恵をもたらすと同時に、汚染も、私の身に襲いかかった。最初から、私という存在は、禁忌の知識によって、汚染されていたの。そんな、どうして？私も、あなたの意識の中でその苦痛を見たわ。とても恐ろしい体験だったでしょう。ええ。でも私がどう感じたかなんて、それほど重要じゃないわ。重要なのは、たとえ私が死しても、私の存在、私と関わるすべてが、記憶と知識として世界樹に保存される。それにより、禁忌の知識は、永遠に根絶されることがない。そして私も、永遠に自らを消すことができない。一種のパラドックスね。だから私は、世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ、手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を、世界樹から完全に消すために。待って。違う。そんなの、違うわ。それが何を意味しているのか、
わかったようね。あなたの想像通り、世界樹にはこの世のすべての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じこと。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れられるわけ。本当にもう他の方法はないの？他に私ができることはもうないの？あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ？これ以外に方法はないわ。でも、あまりにも残酷すぎるわ。あなたのこと、忘れたくない。そんなに悲しまないで、ブエル。知者として、答えを見つけられたこの瞬間を、楽しむべきだわ。これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。知りたいと思っていた、あの言葉のすべてよ。世界が、私をどうか、忘れてくれますように。私たちは皆、知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて、私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは、すべての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中に、さらに小さな世界があり、すべての運命は、その世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそ、この世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。我こそは問いを唱える者、そして同時に答えを探す者、人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今、あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。ええ、大丈夫よ。ただ、少しわからないことがあるわ。私たちはさっき、世界を救ったのよね。でもどうして、私、泣いているのかしら。今の心の内にある感情が、どこから来ているのかわからない。さっき起こったこと。私たちはさっき、二つの神の心の力を使って、
500年前の世界樹と意識をつなぐことに成功した。そして、世界樹に残留していた汚染を除去して。そうだな。どうしたんだよ。お前もさっき一緒にいただろ？旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼らを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら、双方の関係を壊すような危険な真似はしない。私と交渉を？あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による完成に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが同時にいるということ？悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身の全ての視点を残そうとある重大な決断をした。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限には全て存在意義と理由があるの。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体極めて困難なこと。教令院にいたのならどうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない？教令員は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの？狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、
あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果はその可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたらなおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし、材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビ、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど、私には今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁をもって接したい。あなたのその虚職は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます？可能だと思うのか？天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は天理がテイワット大陸及び一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、ファデューのした行いは一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？ふん、かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から賭けなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際すでに見破られていたのか。学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これ確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら、すべての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ？他の断片をすべて消去するというのはどうかしら。そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと。確かにそのやり方は私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。すべての私の中でお前が出会ったこの断片こそ
最も利己的なものだ。もしも私でなければ、そのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時、お前は何を見た？私を観察したからこそ、私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか。あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体、極めて困難なことだって。頭のいいあなたは、それができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と、神の心一つが同じ価値だと、お前が思っているのなら、よかろう。そんなに気にしていないようね。まさか、あなたたちの関係って、本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる。これ以上の高値を自分につける者がいると思うか？それに私の力をもってすれば、いずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは、一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって、私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ？私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。馬鹿げた決断をふざけてるのか。極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立てかまずな代価に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか。持っていきなさい。この先、学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私も、この都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ。そして、お前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ。スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるなら、スメールの神の心がここに残っていても重要な役割を果たせないだろう。求めるものに求めるものを送る。それが神の責務ではなかったか？ほう、その表情。あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどうだ？この世に流布する伝説ではすべて、人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっている凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前はすべての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか？確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが？それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。ゴ
来たら。起きたのか？ちょうど今朝ごはんができたってコレイが言ってたぞ。早く起きろ。おう、おはよう。具合は大丈夫か？ならよし。オイラたちも結構回復してきたみたいだな。朝ごはんは私が準備したんだ。食べてみてくれ。口に合うといいんだけど。こんなにうまいもんを食べられるのもお前のおかげだな。うん、マリン病が完治した後はすっごく元気なんだ。毎日ご飯を 4、5食作ったって問題ない。お前の腕ならやれると思うぜ。そうだ、昨日の夜、お前が寝た後、ある人からお前宛ての手紙が届いたんだ。オイラはお前が起きてから一緒に見ようと思って、まだ開けてないぞ。お、ニーローからだ。グランドバザールで宴を開催するの。ついでに、セナの大マハマトラ復職のお祝いもするんだ。英雄であるあなたたちにも出席してほしいから、待ってるね。最後に宴の日付も書いてあるな。うん、私もお前たちが英雄になったことを聞いたよ。本当にすごいな。いいな。時々お前みたいに強くて自信のある人が羨ましくなるよ。照れるな。じゃあグランドバザールに行ってみようぜ。うん、行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。おはよう。具合はどう？だいぶ良くなったぞ。お前は？問題ないよ。気を使ってくれてありがとう。でもその様子からしてもう仕事をし始めてるのか？うん、でもそんなに忙しくはない。マリン病の患者がみんな完治してハイパシアも回復したんだ。今の僕はレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界中が良くなるとみんな良くなるんだな。うん、でも後遺症も少しある。例えば刺激。新しく増えはしないけど、今あるのがいきなり消えることもない。そうだ、それといい知らせがあるぞ。もう新鮮な知らせとは言えないね。すでに彼から聞いたよ。うえ、ここに来たのにオイラたちに会って行かなかったのかい？一度ここへ来たけど、君たちの療養を邪魔したくないからと僕に挨拶だけして帰ったんだ。じゃああいつらが祝賀会をすることはお前も知ってるよな。祝賀会？聞いてないけど。あれ、ニーローの手紙にはセナの祝賀会をやるって書いてあったよな。おそらく多分彼自身もこのことを知らないんだろう。ああ、そう言われると確かに、セノって祝賀会に参加するようなやつじゃないな。ティナリとコレイもセノの友達だし、オイラたちと一緒に祝賀会に行こうぜ。コレイはここ数日、僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだ。あの様子だと参加する時間はないかもしれない。かくいう僕もなおさらだ。近頃森にオエラ型が何人か来ていてね。オエラ型？正確に言うと元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと、体は弱ってるけど
怪我もないし、虐待も受けていない。クラクサナリデビ様は、本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は、自分たちの考えの浅はかさを恥じ、残りの生涯をアビディアの森で知恵を悟るために過ごすことにしたそうだよ。クラクサナリデビ様が、ザンヒョウを倒し、世界中を救ったことを聞いて、彼らは衝撃を受けたと同時に、歓喜に溢れたらしい。知恵を探求する道に、光が差し込んだように感じたんじゃないかな。これらのことにより、レンジャーの仕事もますます増えてね。仕事って、本当に大変なんだな。しょうがないことだよ。少し話が逸れたね。本題に戻ろう。君たちは今出かけようとしているのかな？ああ、そうなんだ。外出許可をもらいに来たんだけど、いいよな。もうだいぶ回復したし、行ってもいいよ。でも、安全には気をつけてね。うん。その時間から宴を始めれば、絶対に問題はないだろう。ズバイルさん、私の方もゲストの人数以外はチェックが全部終わったよ。どうして招待を受けた人たちは返事をしないんだ。そのせいでこっちの手配にも影響が出ている。まあ、とりあえずやるべきことをやっておけばなんとかなるさ。私もそう思う。祝賀会は遅かれ早かれ開催できる。そうでしょ。旅人、パイモン、手紙を受け取って会いに来たぜ。やっぱりあなたたちって本当にいい人だね。他の人たちからはまだ返事がないんだ。え、ここに来たってオイラたちだけなのか？うん、手紙はみんなに向けて送ったんだけど、もしかしたらまだ自分たちのことで忙しいのかも。確かにスメールは今非常に重要な転換期を迎えている。だがその友人たちがどんな大物であっても、それを理由に君を無視するのはどうかと思うがね。何たってニーローはスメールで一番の踊り子なんだから。見る目のある者と話ができて俺も嬉しいよ。ニーローの踊りを高く評価できたら見る目があるってことは、ほとんどの人は見る目があったって。あんなすごいステージならみんな好きなはずだろ。ああ、確かにその通りだ。俺たちみんなそう思ってるぜ。俺たちみたいにグランドバザールによく来る奴らにとってニーローは一番の踊り子なんだ。お前たちはよそから来たが、見る目は一流のようだな。ズバイルさん、今度機会があったらベストオーディエンスを選んでみたらどうだ。この二人には素質がある。何を言ってるんだ。観客の価値は我々が決めていいものではない。だが確かに見る目のある者にプレゼントを贈るのも悪くはないな。聞けばフォンテーノには写真機なるものがあって、人の姿を記録できるそうだ。おお、それはいい。で、それはどこで探せばいいんだ？みんな冗談が上手だね。ここで踊りができるだけで私は満足だよ。グランドバザールはいつも賑やかだな。うん、だから私はここが好きなの。旅人、パイモン、あなたたちに頼みたいことがあるんだけど、手紙がきちんと届いてるかどうか確認してきてくれないかな。もし届いてなかったら、ここで宴があるってことみんなに伝えてほしいの。うん、ちょうど最近のスメールがどうなってるのか確かめ。私が手紙を書いた時点だと、ディシアはオルモスコ、アルハイゼンさんは教霊院にいるって聞いたよ。セノさんはたまに教霊院に現れるってことしか聞かないかな。ラフマンさんの居場所もちょっとわからないな。多分ディシアと一緒にいると思うよ。それとトニアザードだけど、具合はどうなってるかな。家に手紙は送りはしたけど、療養の邪魔したらいけないと思って会ってないんだ。
し時間があったら彼女のことも聞いてきてくれる？うん、わかったぜ。よし、早速出発しよう。アルハイゼンは見当たらないな。あそこの通行人に聞いてみようぜ。なあ、ちょっと聞きたいんだけど、アルハイゼンを見なかったか？アルハイゼン書記官は知恵の殿堂に行ったみたいですよ。そこでなら会えるはずです。ただ本日書記官を探しに来られたのはあなた方で二人目です。どうやら書記官は近頃本当に忙しいようですね。他に誰が来たんだ？書記官と関係がとても悪いカーベさんも先ほど同じ質問を私にされました。そしてあなた方も。もしかして皆さん賢者についての噂を探っているので？オイラたちはちゃんとした用事があるんだ。そうだったんですね。すみません、私の考えすぎでした。皆さん私と同じように賢者た…アルハイゼンはこの辺りにいるんだよな。あ、あっちにいるぞ。でもなんか忙しそうだな。そのくだらない本を読んでないで早く院内で何が起こったか話せ。くだらない本などではない。これはスメールの市場では珍しい形ある書物だ。どうせ食券を使って手に入れたものだろう。くだらん。それよりも今日帰ってきたら賢者がいなくなったと聞いたぞ。ほう、その驚き方からしてどうやら衝撃的な内情を知ったようだな。知ってたら君に聞かないだろ。書記官は君で僕じゃない。早く君が知ってることを教え。俺はあと少しで賢者になっていた。はあ？そう驚くほどのことではない。君はかの有名なカーベだろう。妙論派の星であり、修理や建造に精通している。次の賢者に選ばれる可能性だって大いにある。その言葉、心から発したものとは思えないな。何を言う。俺の君に対する称賛はいつだって心からのものだ。いや、なぜなら、そもそも君は僕に称賛なんてほとんど言ったことがないからね。お互い様だ。俺のように君の性格をよく知るものであれば誰であろうと俺と同じ選択をするはずだ。君ってやつは、その言葉そのまま返させてもらおう。君がそんな自己中心的で傲慢で皮肉屋な性格をしてるから僕は君と何かについて話すのが嫌いなんだ。つまり俺の性格が受け入れられないと。当たり前だろ。なら俺の家から出ていくといい。脅しか？卑怯だぞ。いや、こんなこと言ってる場合じゃなかった。君が賢者になるって、それなら教令院が明日閉院する方がマシだ。なんか喧嘩してないか？教令院のことよりも、君は建築に忙しいのだろ？いつか自分にも豪華な家を建てたらどうだ？建築のことは言うな。思い出しただけで腹。それで、我らが大建築士様は、今回どんな偉大な建造物を生み出したんだ？僕のプライベートを、いちいち君に報告する必要があるのか？俺は君を疑っているんだ。スメールが君を一番必要としていた時、君は何をしていた？砂漠で大掛かりな工事をしていたよ。だがそれを言っても君にはわからないだろうね。君たち知論派のなけなしの建築美学ではかわいそうに。美とロマンを理解できないなんて。って、ちょっと待った。スメールが僕を一番必要としていたって。君が不在の間、多くの者が手を組みスメールの危機を救ったんだ。そんな話を僕が信じるとでも？アザールとその同胞が失脚した。これが君の知りたかった質問。は？何をデタラメなこと言ってるんだ。信じなくても構わない。
アザールに経費の申請をするのは何も俺たちチロン派ではないからな。ま、君たちの申請についてはちょっと他の人に詳細を聞いてくる。嘘だったら容赦しないからな。よっ、アルハイゼン。君たちか。どうした？オイラたちはニーローの代わりに来たんだ。あいつから手紙を受け取ってないか？手紙？2日後にグランドバザールで開催される祝賀会にみんなを誘うためにニーローが手紙を出したんだ。ついでにセナの大マハマトラ復職のことも祝うんだってさ。もしもその手紙が教令員のアルハイゼン宛に手配したものだったら、大方俺の執務室に届いているだろう。ただ俺はここ数日とても忙しくてな、まだ執務室へ戻って手紙を確認する時間がない。お前の仕事っていつもこんなに忙しいのか？まさか。最近は数名の賢者が免職となり、教令院の上から下までどこも混乱している。ティナリから聞いたんだけど、あいつらはみんなアビディアの森へ修行に行ったみたいだぞ。あの者たちにとっては一番いい結末だろうな。六大賢者のうち四人が欲に翻弄され、神を創造しようとし、さらにそのために唯一正気を保っていた二人まで幽閉した。そのような行為に対し、俺の口から言うことは何もない。そうだな。久しぶりにその呼び方を聞いたから、なんだか全然聞き慣れないぜ。それと、少なくとも、本来はそうであるべきだったんだ。伝説では、教令院が設立された当初、知恵における6種類の方向性を代表するため、宗神様が、直々に六大学院を作ったそうだ。かつてそれぞれの学院では、無数の学派が栄えては消えていった。唯一、六大学派だけは、六大学院を拠り所として、長い時間という試練を経た後、教令院における普遍の学派となった。今では、六大学派と六大学院は、ほぼ同じ意味を持つ言葉になっている。六大賢者は、この六つの学院から選ばれた最高指導者だ。そしてその六大賢者の中から、さらに大賢者と呼ばれる中心指導者が選ばれる。残念ながら、今教令院に残っているのは、陰論派と正論派の賢者だけだ。彼らはアザールに反対したがゆえに幽閉され。じゃあ、他の四つの学院は管理する人がいなくなったってことだよな。新しい人が選ばれるのか？一般的に規則に従って新たな賢者が選ばれることになっている。お前さっき自分が賢者になるって言ってたよな。お前が賢者になったらオイラたちのスメールでの後ろ盾が増えるってことだな。そのことだが、さっきは途中までしか話せなくてな。人事担当の者がアザールの後任としてクラクサナリデビ様の教令院管理を補佐するよう俺を大賢者に推したんだ。しかし、俺から断った。うえぇ！お前、なんでだよ！向上心っていうやつがお前にはないのか？俺は六大賢者にすら興味がないんだ。言っただろ？俺はリーダーになるのが好きではない。そうなのか。じゃあ、ここ最近は、
賢者にするか決めるので忙しいのか？それは俺の仕事ではない。俺は新しい賢者が就任するまで院内における重大な事務などを代わりに処理している。リーダーになったら真っ先に妙論派の経費申請を断ってやる。そういえばさっきの人って誰なんだ？友達か？俺とあいつが友人に見えたか？知らないから聞いてるんだけど。あいつはカーベ、ルームメイトといったところだな。あいつのことは妙論派学者の代表と思えばいい。それこそあいつがよく苦労する理由だ。最近起きたことってスメール人にとっては天地を揺るがすようなことなんだな。何しろこれが書記官の仕事だからな。まあとにかくどんなに忙しくても計画の立案者なんだから、二日後は絶対に祝賀会に来いよ。いいだろう、その時にまた会おう。リシアはどこにいるんだろうな。その声、パイモン？お久しぶりね、元気にしてた？ドニアガード、本当に久しぶりだな。私も元気にしてたよ。しかも生まれてから一番楽しいって言えるくらいね。もう聞いたかもしれないけど、マリン病が完全に消えて患者も全員完治したの。彼らの耳の速さと交友の広さからして大方もう聞いてるはずでしょう。ディシア、ああ、お嬢様の具合も良くなってきたから外出に付き合ってるんだ。リシア、どうしてまだお嬢様って呼んでるの？もうお父様に解約届は出したはずよね。もうお嬢様って呼び方に慣れちまいましてね。え、ボディーガードを辞めたのか？ああ、いつまでも風魔池のボディーガードをやってたら腕が鈍っちまうかもしれないからな。リシアも知っているでしょ、お父様とお母様はあなたにすごく感謝しているって。それにあなたをとても気に入っているのよ。私を理解してるお嬢様ならなおさら、私がこれで心が揺れる人間じゃないってのは知ってるはずでしょ。この仕事を引き受けた時から考えてたんです。お嬢様の体が良くなったらこの仕事を辞めて広々とした果てのない世界に戻ろうと。ボディーガードを辞めた後は何をする気なんだ？それなりに刺激のある仕事を見つけて体を動かそうと思ってる。刺激のある仕事ならつい先日やったばっかだろう。もう次のがやりたいのかよ。あんたたちとあの計画に参加してなかったらこんな考えは持たなかっただろうな。もしかしたらああいう全力の命がけな戦いに火をつけられちまったのかもしれない。あの感覚につくづく自分が傭兵だって思わされた。人の一生はそんな長くない。ああいった作戦に参加できたのはすごく胸躍る出来事だった。だがこの件を通してスメールにはまだ多くの問題が存在していることに気づかされた。私は砂漠の民として、今はまだ壁のこちら側の民にはなりきれていない。確かある方からあなたに伝言があったわよね。アルハイゼンのことですか？あいつがあれを覚えてるなんて最初は冗談かと思いましたよ。オイラたちさっきまで教練院にいてアルハイゼンに会ったばかりだぜ。なら教練院に勤めるようアルハイゼンが私に勧めたのはあいつから聞いたか？アザール本人と奴の同等が失脚したらしい。それで今なら教練院で仕事を見つける絶好の機会だってアルハイゼンが言っててな。ディシアが学者になるのか？私もよ。でもディシアが学者の格好をしたらきっと綺麗だと思うわ。いやいや、勘弁してくれ。
大方アルハイゼンは私が自分なりのスタイルを持っていて戦闘にも長けてるから強霊院でやっていけると思ったんだろ。でももしディシアが志願しに行ったらマハマトラになるのはセノが認めてくれるかもな。だってディシアは強いしマハマトラの仕事ならセノがいれば十分さ。私はやっぱり自由気ままな生活の方が合ってる。今のこの仕事を選んだのも私にぴったりだったからなんだ。たとえ傭兵が様々な危険に遭うとしても、獅子はいつか荒野に帰っていくものですよ。むしろお嬢様のボディーガードをやってたことの方が私からしたら想定外のことでした。とても寂しいけど、でもあなたの選択を尊重するわ。そう言っていただけて安心しました。そんな顔しないで。もう会えないわけでもないでしょ。ああ、送信の件が一段落してスメールも全てがいい方へ向かってる。私も嬉しいよ。だが平和で安定した世の中に傭兵はいらない。淘汰された時にはもう遅いんだ。今、おいおい、その感じだともうすぐにでも行くつもりなのか。いや、そういうわけじゃないぜ。来週まで付き合うってお嬢様に約束したしな。最近はずっとオルモス校にいたんだよな。じゃあニーローからの手紙は受け取ったか。あら、ニーローが私、お前がオルモス校にいるって聞いて手紙をここに送ったらしいぞ。おそらく私たちが住んでる宿屋に。お嬢様は最近特に元気で、夜も私を連れてあっちこっち行ったりするんだ。宿に戻るのが遅くて、その時間は受付もこっそり寝ててな。ええ、朝も早い時間に出かけて夜中に店番してるお年寄りの方も居眠りをしてるから。要するに店の人がいつも寝てるってことか。手紙は受付にあるはずだ。後で確認してみるよ。やっぱり受け取ってなかったんだな。道理で返信がなかったわけだ。すまないな、わざわざ来てもらって。ニーローがわざわざ手紙をくれるなんてきっと大事なことなんじゃない。おう、グランドバザールで宿泊会をやるらしいぞ。それと同時にセノの大マハマトラ復職も祝うから、お前たちを招待したいんだってさ。そうなの、私絶対に行く。私も行こう。だがその宴に服装の要求とかはないよな。今の格好で大丈夫だろうか。ニーローだったらきっとそんなの気にしないわよ。彼女もきっとありのままの私たちに会いたいと思ってるはずだわ。それならこのままで大丈夫そうですね。2日後だからな、忘れるなよ。おう。宴のことを教えてくれて本当にありがとう。2日後にまたね。ああ、それとセノとラフマンがどこにいるか知らないか。大マハマトラは風のように現れ風のように去っていくからな。だが前に会った時アール村に用事があるって言ってたぜ。運を頼りにそこへ行ってみるのもいいかもな。ラフマンの方は全く知らない。何かセノに相談することがあるって聞いたが、セノに会ったら聞いてみるといい。気にすんな、早く行くといい。じゃあ次の目的地に向けて出発だ。だいぶ長いことアール村に来てなかったよな。あ、本当にセノがいたぞ。ん？どうしてここへ。体の調子もほとんど良くなったし、ティナリからも外出許可が出たから外に来てるんだ。うん、ガンダルバー村の療養技術は相変わらず高い。おう、ティナリの傷も結構回復したぜ。そうか、ならよかった。そうだな、あの時気を失ったオイラたちをお前がティナリのところまで運んでくれたんだよな。本当に助かったぜ。気にするな、
彼は医術に優れ、これにも気を配るのが得意だ。お前たちをあそこまで送るのが最良の選択だった。でもお前はなんでここで一人突っ立ってるんだ。人を待っている。キャンディスたちか。もうキャンディスと村長には話をしてやる。彼らはいつもの場所にいるから、会いたければそこに行くといい。俺が待っているのはお前たちも知っているものだ。お、俺の友人が突如砂漠に現れるとは、まさにキングデジェルト様の祝福。ラフマン、それと、え、セタレ。え、君たち私を知ってるの。その、キュレインで結構言う。心配するな、この二人は俺たちの仲間だ。警戒しなくてもいい。そうなの。いいことがたくさん起こっていて悪くない。私もよ。なんだか最近いきなり人生に新たな可能性が生まれた気がするの。え、どうしてだ。セトレさんからどうぞ。ええ、では私から話すわね。実は教練員を離れることにしたの。え？学者を辞めたというより新たな役割を見つけたと言った方が正しいかな。これまでのような学者ではなく、でもこの立場を完全に捨てたわけでもない。確かにそんな感じだな。どういう意味だ。教練員を離れて砂漠地区に戻り、教育の仕事をしようと思うの。おお、先生になるのか。セタレさんはここに戻って教育事業をサポートしてくれることになったんだが、彼女一人じゃ全員に授業を行うことは難しい。そこで各地に分布してる俺たちエルマイト旅団に彼女が話を持ちかけ、この認識。ええ、エルマイト旅団の方々にはまず優秀な人材を選んでもらうつもりよ。その人たちに私が授業を行えば、彼らが学び終わった後により多くの人に教えることができるでしょ。それこそ教育、そして知識伝播の真髄よ。キングデシレト様の民は今まで風車の苦難、流離の苦難、そして無知の苦難を受けてきた。だからこそ我々もセタレさんをとても歓迎してるんだ。夜空の星は暗き夜に方向を見失ったキャラバンや盗賊、戦士と旅人を苦境から救い、安全地帯へと導く。そんな大げさな、なんだか照れるわ。いやいや、セタレさんはそのような称賛に値する人さ。我々傭兵は危険に慣れていて死をも恐れない。だからこそ賛美すべき物事についての判断は常人よりもはるかに把握しているんだ。セタレのその考えは多くの人にとっていい知らせとなるだろう。最初はうまくいかないかなと思ってたの。何しろ教練員は学者が勝手に砂漠で授業を行うことを禁止してるから。あなたたちも知ってると思うけど、知識は厳しく管理されていて、私のように幸運な人は砂漠の民でも極めて少ない。でもあの時聞こえた言葉がずっと心の底で渦を巻き、今のあなたはリュウサに飲まれているのと同じ。たとえその両の目を閉じていても。セタレ、なぜ家に帰らない。あなたのいるべき砂漠はここではない。セタレさん、あの言葉が私の目を覚ましたの。それと同時に次に故郷に帰ったと勇気を振り絞って大賢者様に会いに行ったけど、もう教練員にはいなかった。アザールは叱るべき罰を受けた。
少し軽すぎるほどだ。そして私が教練員を離れて砂漠地区にセノさんとラフマンさんのおかげでこの計画を順調に進められるわ。みんな優しいんだな。このこと以外にも他の業務についてセノと相談することがあってな。クラクサナリデビ様は砂漠地区開拓のためにかなりの資源を用意してくれた。俺もその手伝いを少ししたが、中にはエルマイト旅団の協力が必要な部分もあったんだ。それから教練員にいくつか教育関連の物資を申請した。ああ、もちろんだ。形のある書籍、その他の関連用品、セノとクラクサナリデビがいなかったらこんなものを手に入れることはできなかっただろう。それ以外に教練員は砂漠地区で授業をしたい学者を募集している。何か情報があったらすぐに俺これらのことを続けていき、資源の維持を図り長期安定化させる必要がある。100年の間で初めて希望が訪れた。これはきっと砂漠の天気だと思ってる。あの言葉を覚えてるか。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。砂漠の民から再びあの祭司のような知者が現れることを願ってる。かつて世を震撼させた英知。それであなたたちも何か業務の話をしに来たの？ニーローの代わりに返事を聞きに。ニーローがみんなに手紙を送ったんだけど、ちゃんと2日後にグランドバザールで祝賀会が開催されるからみんなにも。それにこれはセノの大マハマトラ復職の祝賀会でもあるんだ。でもお前の様子からしてもうすでに復職してるみたいだな。オイラって祝賀会、今日初めて聞いた。ねえ、ティナリの言う通りだったな。セノ、お前のために開催する祝賀会なんだ。セノさんのそんな表情が見られるなんて珍しいわ。宴が好きじゃないの？好きとは言えないな。だが、行こう。俺はまだここでやるべきことがたくさん残ってるんだ。それ以外にセタレさんが砂漠にいる間の安全を守る必要がある。遠慮しておこう。私もよ。でももし可能ならニーローさんにことづてを頼んでもいいかしら。こう伝えてちょうだい。今まであんな悪い態度をとってしまって本当にごめんなさい。あなたとあなたが象徴する芸術は美しいだけでなく、あまりにも驚異的で禁止されてしまうほどの生命力を持っている。これからもぜひ踊り続けて。いつか私も自分の目であなたの意義を見届けに行くから。全部覚えておいたぜ。ああ。
来た来た。あんたたち遅かったじゃないか。ずっと忙しかったみたいね。ここであなたたちに会えて本当に嬉しいわ。え、でも遅刻はしてないはずだぞ。お前たちが早く着きすぎたんじゃないか。一番遅く来た人に今日のスピーチを任せるのはどうだろうか。今日はスピーチなんかないだろう。そうか、それならいい。早くこっちに来て。一緒に食べて飲んで楽しいこと話しましょう。悪くない。おいらもう我慢できないぞ。旅人、ここにうまいもんが。聞いたスメールシティのみんなもいろいろとプレゼントしてくれたんだ。ここに来た人たちみんなスメールを救ってくれたあなたたちにお礼を言ってほしいって頼んでたよ。英雄って思われるのも嬉しいもんだな。この感覚なかなか悪くない。ボディーガードも英雄の仕事よ。リシアは元からすごいんだから。お嬢様は口がお上手ですね。ありがとうございます。偉大な計画に参加した方々に会えて私も嬉しいわ。気にするな。今思い返すとオイラたちってあんなすごいことをやってのけたんだな。本当に不思議だ。運と実力が半々といったところか。そうか。私の記憶だと最初は運が味方してくれずに成功率が低いとみんな思ってただろう。俺の記憶でもそうだな。偶然集うのも運、チームを組んだのも運、計画を定め順調に進んだのもなおのこと運によるものだ。それに結果から見れば状況もとても悪くないものだった。そうだね。みんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの。公演と同じように私たちは一人一人舞台に上がって誰もが重要な存在だった。私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよ。じゃあオイラたちも優秀な役者ってことか。クラクサナリデビ様が教練員の実権を握る立場にまた戻れて本当によかったよ。そうね。たとえどれだけ見捨てられ冷遇されようともこれでやっと戻ってこられたんだもの。ええ、クラクサナリデビ様はかつて災いの中で全ての力を使い果たし過去の記憶と知恵をなくしたの。そのせいで教練員からも見捨てられ、でこれは誰もが知っているようなことだと思うけど、どうしてそんな驚いた表情を。ああ、間違ってない。はあ、ならよかった。どうかしたのか。そうだぞ、なんでそんな表情になってるんだよ。お前も知ってるのにわざわざ聞くなんて。そうだ、ここに関係者が二人いるが、これだけは言わせてもらうぜ。あの賢者たちは本当に身の程を知らない。500年前、クラクサナリデビが力を使い果たしたのはスメールの民のためだったんだぜ。恩をあだで返すなんて、私らの世界では罰として手足を切り落とされるかもしれないことだ。そうだろ、セノ。俺が言うべきことではないかもしれないが、クラクサナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは今よりももっと重い罰を受けるべきだ。アザールとその一味にさらなる罰を与えたいと君からクラクサナリデビ様に進言したらどうだ。俺はクラクサナリデビ様の決定を尊重している。
お前こそどうして教令院の誘いになって大賢者になれなかった？まさか俺が賢者に向いているとでも言うつもりか？いや、ただ今のスメールにおいてお前が最も教令院を率いるのにふさわしい。なんでだ？こいつがアザールを失脚させたからか？言い方を変えてくれるか？本来はいいことであるのに、それではまるで俺が自分の私欲のためにアザールを失脚させたようになっている。でも正直、あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ。市場は確かにあった。だが賢者の席とは無関係だ。国全体の規則がああいったものによって破壊されれば何もかもがおかしくなってしまう。俺は、あんたの生活って書記官として教令院で仕事することか？ああ。え？それだけのために？オイラたちの仲間になってあんな大それた計画をやったの？それだけで理由は十分なはずだ。個性的なのね。それほどでもない。そうだ、あんたはどうなんだ？もう大マハマトラに戻ったのか？ああ。毎日楽しく過ごせてる？どちらとも言えないな。だが今はやるべきことがたくさんある。たとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよ。ほら、私みたいに毎日たくさん笑ってみるとか。ありがとう、覚えておこう。これほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。いや、今日この集まりには特別な意味がある。グランドバザールが賑わっているのはここの人たちが心の底から嬉しいと感じている。勉学しか頭にない奴らにこんな表情はできないさ。うん、鍵を一つ多く持ってて。まあいい、構わん。お嬢様、あっちのお肉がすごく美味しいですよ。ええ、それと果物も少し食べたけど、とても甘くて美味しかったわ。グランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね。そうですね。あ、あんたも来たか。ニーローがあなたたちも呼んでくれて本当に良かったわ。そのおかげで私も英雄の方々に会えたんだもの。おいおい、お二人さん、社交辞令はそこまでだ。パーッと食って飲もうじゃないか。宴はとことん楽しむべきだぜ。ここは雰囲気もよく、食べ物もうまい。ああ、めったにないが悪くない。近頃は忙しくてな。そうでなかったらお前たちを連れて回ることもできたんだが、仲間なんだ、気にすることはない。この宴は悪くない、気に入った。あ、来たんだね。どう？今日の宴は楽しんでる？何か足りないところがあったら言ってね。ならよかった。こんなにたくさんのすごい人が一堂に会するのは初めて見たよ。ほら、一人一人それぞれの物語を持っているでしょ。それがみんなこうしてここに集まれるなんて。今夜はいっぱい食べて楽しんでね。あなたに嬉しく思ってもらえたら私もすごく嬉しいから。彼女にそう思ってもらえるなんてとても光栄だよ。今度機会があったら彼女を私の公園に誘いたいな。なんだか私とても気分が良くなってきちゃった。ありがとう。どうしたんだよ、頭がぐらぐら揺れてるけど。おいおい、こんなところで急に寝るなよ。オイラがもうちょっとうまいもんを探してきてやる。それを食べたらきっと目も覚めるぞ。もちろん本当だ。ちょっとここで待ってろよ。
私よ。ええ、私のわがままのせいね。あなたと話がしたいと思っていたら、ついあなたと接続してしまっていたの。私たちの関係は、まるで鶴草とその後ろにある壁みたい。今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてるって聞いたから、見に来たくなってね。最近はあの件の後処理に追われてるから、本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれど、もう一つだけお願いしたいの。私に代わって、みんなにお礼を言ってもらえるかしら。このお願いは迷惑だったかしら。でも、私がいきなり現れたら、みんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、その少し考えさせて。わかったわ。ええ、決めたわ。自分でみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょ？だから、少しあなたの体を借りることにしたわ。悪く思わないでちょうだい。鶴草だって、壁。まさかグランドバザールでクラクサナリレビ様の意識と対話できるとは。面白い。これも宴の余興の一つか。いやいや、絶対違うよ。あなたは本当にクラクサナリレビ様ですか？こんにちは、ニード。私のことを知ってるのですか？ええ、あなたたちのことは全員知っているわよ。ニーロ、アルハイゼン、セノ、ディシア、パイモン、それからドニアザード。クラクサナリデビ様。こうして勝手に旅人の体を借りたのは、直接みんなにお礼を言いたかったからよ。身の安全を顧みず、教令員、賢者、博士、残票、さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを犯してまで、私を救ってくれて、本当にありがとう。もしも今回、あなたたちがいなかったら、もしも誰か一人でも欠けていたとしたら、私は、私だけでなく、スメール、そして、テイワット全土が、さらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれない。あなたたちのことを人々は、神を救った英雄と呼んでいるけれど、私は、その言葉がとても好きよ。あなたたちの身分を説明しているだけでなく、あなたたちと私の関係も記録しているもの。私の心からの感謝を、どうか受け取ってちょうだい。クラクサナリデビ様は、スメールのためにたくさんのことをしてくれました。それに比べて、私は、あなた様のために何かできたことなどありません。そんなこと言わないでください。ドニアザード、あなたの受けた病は、私、こんなにも仰々しくしていただく必要はありません。もとより、あなた様を守ることが、俺の責務ですので。教令員と宗神様の関係は、元からこうあるべきだったものだ。我々は当然のことを行い、間違いを正したまで。そうだな。
神なのにそんな謙虚だなんて、そんなに気を使わなくてもいいと思うぜ。この計画に参加できて、私、とても光栄です。あなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいです。ありがとう、みんな。本当に、感謝しているわ。本当に楽しかった。まるで今も水面の上を漂うろうそくのように幸福と愉悦の中に浸っているようだわ。オイラたちもだぞ。それでお前と話がしたくて来たんだ。そう、何か知りたいことでもあるの？そこに行くのね。正義の国フォンテーヌへ。私が知っている限りでは、あの国の運営は正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわ。そいつらの神が民を審判するのか？いいえ、フォンテーヌには最高審判官が一人いるの。一般的には神であるフォカロルスが直々に審判に参加することはないわ。でも全ての審判においてフォカロルスが欠席することはほぼ皆無。彼女はただあの雰囲気に酔いしれているだけのようね。そして神である彼女も最終判決に影響を与える権利を残しているわ。とにかく、非常に個性的な神よ。本当に？まだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。え？それって。あなたの妹さんについてよ。あなたが休養していたここ数日、世界樹の中からあなたの妹さんについての情報を探してみたの。そうだな。世界樹にあるのはテイワット大陸にある全ての情報と記憶だろ。こいつとこいつの妹さんは例外なんじゃないか？あなたについてはその通りよ。確かに世界樹にはあなたについての情報が全くなかったわ。でもあなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなの。この世界は確かに彼女についての情報を記録しているわ。なんだって？言い換えると彼女はこの世界の人間なのかもしれないわね。それはおかしいぞ。お前ら二人ともテイワット大陸に来たのは初めてだろ？私の触れられる記録の中では、あなたの血縁者は突如としてカーンルイヤに現れたの。カーンルイヤの災いの後、彼女はテイワット各国を巡る旅に出た。でも、彼女の旅が終わりに近づいた時、世界樹にある彼女についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？
かに遭遇したのかな。確かなのは、誰かが何らかの理由で意図的に彼女の運命を隠しているということよ。そしてそれができる者は並外れた力を持っているに違いない。でもこの情報からじゃ、なんでこいつの血縁者がこの世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、ファディの情報システムにおいても、彼らはあなたの血縁者を降臨者の範疇には含めていないということよ。降臨者って、なんだ？そんな概念、初めて聞いたぞ。私が神の心で、ファディと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそ、この世界の降臨者。この世界に属さない外来的存在のことよ。旅人、あなたはテイワットの第四降臨者なの。え？それってつまり、ファリュイの情報によれば、こいつの血縁者を除いて、これまでに三人の降臨者が他に。ええ。私が推測する限り、第一降臨者は今の天理だと思うわ。そして、他の降臨者の存在については、まだ時間をかけて交渉する必要がある。なんか、とんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞ。でも、これら情報を教えても、あなたたちの抱えるすべての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として、恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。ええ。もう少ししたら、あなたも出発して、スメールを離れるのよね。私は、あなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ。観測されることができず、この世界に記録されることもない旅。お前に出会えてよかったぜ、ナヒーダ。私こそ、あなたたちが来てくれたことに心から感謝しないと。さて、とりあえずお話はここまでにしましょう。今後また私に会いたくなったら、その時は、あなたたちの夢に現れるかもしれないわね。